丈夫ですよ。3つも持ってるからマナーにしとかんと。そうそうそう、大丈夫です。じゃあ2人ともこのマイクカバー、はい、マイクカバーですね。マイクカバーお願いします。あー、違いますか。沖縄はもう、まあ、大変でしょ。沖縄のコロナは全国の何倍かで、やばいよね。全然ならないって言ったらね、今になるんだから。そうですね、ずっとならなかったよね。周り結構なってる人も多かったんですけど、はい、30分なんです。どこ行くの？一番最初、沖縄行くの？え？友達と会ってるんですよ。その友達もコロナになったって言って。じゃあ、あなたはなんなくそっちに。はい、私もだって。あなたもね。なんか私、回復早かったんですよ。10で、560、理解です。じゃこちらもらいます。560。やっぱりいいね。サンジサンジワンヤウザトマジリノミジマリノタメヤイミサこの世の小バチ喜び飽きて16日や昭和人で一銀から降りて若のいい人事マガの蝶からファンチャンするて受け入れ中。アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。今週の次の日曜日の4時から5時、夕方の4時から5時に、再放送をしますけれども、また、次の今度の日曜日の12時から1時までは FM ギノワンでも放送されますのでよろしくお願いいたします。それではいつも通り出演者から紹介しましょう。先週は寂しいことを私一人で、ね、マナさんに手伝ってもらってそういうことで、栃木県のね、パンチョワイちゃんのファンからオンラインでね繋いでもらってね、まあ、それでなんとかこうね、1時間を過ごしたということなんですけど、今週は、はい、メンバー復活してます、ね、まずは毎月第2週の月曜日のレギュラーは今言ったバンジョー奏者兼シンガーソングライターのバンジョーアイちゃんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、はい、お久しぶりね、はい、ということで先週はですね、栃木の十一さん、はい、十一さんにもまるっとね1時間出演してもらって、すごいですね、はい、ありがとうございます。西山さん、はい、ありがとうございます、はい、オンラインで、そうですね本当に1時間過ごしまして、はい、なんとかね時間もうまくいきました、ね、感謝感謝です。ありがとうございます、はい、またマナさんもね、頑張っていただいて、うん、ね相槌を打つのはマナさんだよ、はい、マナ相槌、マナ愛なんだっけ、大事ですよね、歌の愛なんていうのは愛の手、愛の手はマナさん、はい、ということをやりましたけど、はい、はい、そしてですね、毎週本当に、ね、私の相棒としてやっていただいたクリキントン先生が復活してきまして、ね、はい、今日は乱入じゃなくて頭から来てます、はい、よろしくお願いします。はい、ご感じはチミセビゲアナクネラマリナコロナ禍かやにはこのな風痴やんめうちなうちさねな流行り病のことを風痴やんめと言いますけども、風痴やんめ、うん、風痴やんめ、流行り病、うん、もう初めてかかったコロナよ、これよ。そうね、まあ、クリキンの場合、しょっちゅうが流行り病じゃない、いつも頭は。脳みそはもともとこれはもうしょうがない、中身はね。いやまあまあ、しかし、
強かったね今度は。今度はというか初めてだけどね。いややっぱりね、年のせいだよ。食欲もない出ないし、体力も落ちるしね。年のせいです。いや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 。年のせい。ゆるすしには勝てない。まあ、ない、はい、その前にいる、ね、うん、方は映ったけど全然大丈夫です。はい、年のせいです。私はもうすぐ回復しました。自分言ったさることを逃げさびら。はい、じゃあゆきえさん、はい、はい、私も東京から戻ってきました、東京楽しい時間過ごしてきました。ハワイアンフライ、そしたら、沖縄に帰ってきた途端に、うん、まあ、すぐっていうわけではないんですけど、はい、まあ、コロナになってしまって、うん、ずっとね、周りはいっぱいかかってた人いるんですけど、私たちだけどこ吹く風で全然かからなかったんですよ。全然かかってなかったもん。クリームの菌臭だけはかからなくたんて、はあ、風邪もひかなかったという ね、やっぱ畑で仕事をしているとこうなんかビタミン D とか、あとビタミン C とかも取ってたから。あ、そうそうね、最近取ってなかったね。そうそう、いろいろだでね、私も東京の方に行ってたからね。帰ってきたらもうすぐなってしまった。そうなんですね。沖縄は一番ね、全国何倍もの、ね、感染率ですから、はい、ね、なるほどね、はい、それでまあユッキーは結構元気だったけど、はい、希望が年のせい、はい、年のせいで、もあちこち、あちこち痛いとか言ってましたよ。関節もあちこち痛い、歩くと甘くも入れて、うん、あしがよ、はい、あれ中田幸子先生が言ってた、うんうん、生きてる間死なないって、うん、まあということでね、はい、はい、ということでね、今日は久々にっていうかね、本当にメンバーが戻ってきて賑やかにやりますんで、よろしくお願いします。はい、おにげさびら、はい、よろしくね、はい、それじゃあね、あの愛ちゃんね、まず、はい、忘れないうちにっていうかね、よし、新井の今月の教育的な一言からね、これからやりたいんですけどね、よろしいですか。お願いします。はい、ちょっとね、先週です、実はね、私一人、このねスタジオのね、はい、こちらの方はマナさんを除いて私一人だったんで、はい、時間が十分あるんだ、あるんでっていうことでですね、少し長めのですね、うん、やるよし新井の教育的な一言を選んだんですよ、うん、はい、ということでちょっと長いんです。はい、はい、いつもより長いんです。いつも3倍ぐらいすごい、うん、これだけで半分ぐらいね、時間過ぎちゃったみたいな。でもとっても勉強になりますね。今日はでも早めですね、うん、スピードになりますけど、はい、いい言葉で、はい、タイトルはですね、忙しいのではないというタイトルです。忙しいのではない、はいはい、どういうことかっていうと、忙しいのではなく時間を作ろうとしないだけ。これよくありますね。あります、あります、はい、うん、みんなね、なんか自分でやりたくないとか、人に会いたくないとかね、出たくないとかいう時に、はい、ちょっと私忙しいからっていう、うん、この言葉を口実にするんです。うん、本当に忙しいんじゃなくて時間を作ろうとしないだけなんですよね、はい、これは仕事でもそうです。仕事もね、例えば人にこの会社内でもよ、うん、なんか頼むとね、うん、別の普段の仕事と別のこと頼むと、私普段の仕事忙しいからって逃げるんですよ、はい、ね、まあ、そういうね、いわゆる言い訳とか口実に使う忙しいっていうのは良くないよと、ね、ということで時間を作ろうとしないだけ。分かるよなんかね。はい、分かりますね、はい、よく使いますね。忙しいって心なくすって書くんですよね。そうですよね。あ、ちょっと言っちゃった、先に先に言っちゃった先に言っちゃった、ごめんなさい。まあいいです、いいです、それ入ってないから。あ、まあ、本当そういうことです。心なくすね。はい、次の項目は、忙しいのではなくそれだけの思いがないだけ、ね、もちろんやろうとしてね、思わない、はい、そんだけの思いがないだけ、ね、っていうことなんですよね。やる気があって思いがあればね、つまり逆に忙しくても時間を作る。そうそうそう、ね、はい、お次、忙しいのではなく面倒な自分に負けているだけ。面倒くさいですね、うんうん、忙しいのではなくてただ面倒くさいということを口実に、口実じゃなくて面倒くさいから忙しいのを口実にしてやるべきことをやらないという、はい、確かにですね。クリキンどうですか。ありますね、うん、口実に、そうそうそう、やるべきことをやらない、そうそうそう、はい、よくね、反省をしてくださいね。反省ですね、はい、その次は、忙しいのではなく周りに惑わされているだけ。周りに惑わされているだけ、ちょっと分かりにくいんだけど、何か感じることありますか。周りに惑わされてる、うん、まさに周りの影響を受けてるっていうことかな、惑わされてる、うん、だから忙しいんじゃなくてその周りの影響を、まあ、惑わされているから、まあ、できないみたいなね、ことを口実にする。要するに人のせいにするとかある意味、ね、はい、どうだと思うよね、はいはい、次は、忙しいのではなく夢に向き
向き合えていないだけ、夢に向き合えていないだけ、まあ、さっきの思いがね、はい、ないというのと同じようなもんね、自分の目標、うん、夢に、ね、向き合えていないんで、うんうん、ついつい忙しいというのを口実に、でその自分のやりたいこととか、はい、夢に向かってやることも、ね、おろそかになってしまうとということですね、うんうん、はい、本当に夢に向かってね、目標に向かって本当に向き合っていればね、やっぱりさっき言ったように忙しくても やるんですよ。そうですよ ね、うん、ですよね、はい、はい、ということで次は、忙しいのではなく何をやりたいのか分からないだけ、忙しいのではなく、うん、何をやりたいのか分からないだけ、これもなんか分かるような気がするね。時間は誰にでも平等で、うん、どのように空間を使うので、うん、じゃあごめん、どのように時間を使うのかで人生は決まる。よく言いますね、時間が平等だよと、うん、だからその時間をどんなに、はい、どのようにね使うかでもって、その人生、その人のね、はい、やる成功だとかね、失敗とか、はい、まあ、そういうものが決まってくるよということですね、はい、時間だけは平等ですよと。本当そうですよね、はい、まあ、生まれはね、うんうん、いろいろね、うんうん、いいところに生まれたり、まあ、うん、まあ、言っても貧しい家に生まれたとか、いろいろこうね、はい、生まれっていうのは不平等であるかもしれないですよね、はい、自分決められないから、うん、だけど時間は等しくみんな平等に来るよと、うん、その時間をいかに使うかということで、クリケントンの、うんうん、コロナの間の時間の使い方は、いやな、チャレンジ認定を規定でしたね。そうね、認定を着てって、認定を着てってのも寝たり起きたりあんまりいい使い方じゃないね。いやいや、もうそれしかできなかったよ。うん、ああ、例えば本を読むとかさ。ああ、本は本チャイミー、チャイミー、いろいろ寝ててもやることがあるんじゃないかとやること。いや、でも畑は行ったよ。本当ね、うん、もう畑はちょっと行った。なるほどね、はいはい、ね、はい、ということで次ですね、挨拶にも言ったよね、人にもね、うん、コロナになったってね、そうだよ、わざわざ検査の帰りにね。ダメですよ、コロナで挨拶に行ったら。そうだよ、うちに行くだけじゃない。しかもまたさ、その後にバナナ持って市場に出荷しに行ってやめてよ、自分大丈夫だとか、いや周りが嫌だよって言ってるの。そうですもうみたいな、ちょっとこういうところがあるので困っています。本当にもう言うこと聞かないので、はい、次ですよ、行きますよ。他人を羨む時間があるなら、言い訳をする時間があるなら、悩んでいる時間があるなら、すぐに動いてみろと、ね、そんな悩む時間、人を羨む時間、言い訳する時間があるなら、自分のやりたいことをね、目標、夢に向かってまず行動しなさいと、ね、ぐじゅぐじゅしてないで、ね、どうですか、あいちゃん。そうですね、本当、全くその通りだと思います。はい、やってますか。はい、運動とか健康維持のために、まあ、音楽のために動いてますか。そうですね、もう忙しい忙しいでやっちゃうと運動もしなくなっちゃうので、そうですね、はい、ね、はい、人生に無駄にする時間は一つもない、うん、そうですね、人生に無駄な、ね、はい、時間は一つもないと、うん、よく言うのはそういうこういう言い方もあるしね、人生に無駄な経験は一つもないっていう感じです、うん、はい、無駄な経験、どんな経験でもね、いい経験、悪い経験、いろんなあるけども、うん、ね、楽しい経験、悲しい経験、はい、これ全部ね、その人の受け止め方で、要するに、まあ、ためになるっていうかね、うん、それじゃ無駄じゃないってことなんですよ。だからね、その経験をしっかりやっぱりね、いいように掴むっていうのかな、うん、ということですね。はい、ということで、吉原井の今月の一言。ちょっと長いですけど、ね、素晴らしいですね、はい、素晴らしかったですね、はい、全部なんか、うん、ためになりますよね、はい、ためになります、はい、本当思い出して、はい、時々思い出して、はい、僕が作ったんじゃないけどどっから選んでくるんですかとか、ね、読んでる本からとかで、だから読んだ、うん、大体僕も感じることがあってそれを選ぶわけです、うん、あ、でも感じるということがね、やっぱりね、そういうふうに、はい、ありがとう、言葉として出てくるからいいですね、はい、素晴らしいです。はい、ということで、いやまずはね、今週のゲストなんですけども、今日もですね、実は先週オンラインで参加してくれた、ね、栃木の中一さんがね、はい、もう来週は愛ちゃんが、ね、そのレギュラーの来週なんで、はいはい、ぜひ来週参加したいということでですね、はい、じゃあどうして参加するんだったら愛ちゃんの、ね、ファンをね、みんな中一さんとか呼んで、ね、みんなでオンラインでやりましょうと言ったんですけど、はい、そろそろ電話来る頃なんですけどね、まだ来ないですよ。そろそろ電話来るんですよ。お呼び出しがかかってます。はい。
なんですよ。今のタイミングで、ね、ぜひ。だからね。だからよって感じで、ね。よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってますけど、あ、今電話来ましたね。はい、じゃんじゃんじゃん。もしもーし。もしもー。入ってますよ。もしもーし。入ってますよ。聞いてます。聞こえますか。すごい。聞こえますか。聞こえますか。聞こえますよ。はい、じゃあこちら行きましょうか。どうもこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。今日は皆さんみんな集まってますね。こんにちは。はい、まず愛ちゃん一言。はい、こんにちは。石浜さん、元気ですか。石山さん、返事。元気でやってますよ。ちょっとだけタイムラグがあるのかな。あ、聞こえてるね。やっぱり電話もタイムラグがあるのかな、うん、ねえ。やっぱりタイムラグはしょうがないですね。安全キロも離れてるんで。いや、聞こえてますよ、石山さん。ラジオにつなぐとタイムラグになっちゃうんだね。そうですね。そうですね。だいぶ遅いね。反応は鈍いよ。はい。外国みたいな、はい、クリキもじゃあ石山さんに、はいはい、石山さんまた 10月ぐらいまたイベント計画してくださいよ、来ますから。10月了解、了解ですか。了解って言ったことに言った言葉はあるんですよ、本当に愛ちゃん次第ですね。はい、はい、そうですよ、頑張ります。今治療体調もだいぶ良くなってきてるんで、うん、ね、頑張ってます。はい、治療頑張ってます、はい、あとはね、栃木の方々がライブを企画してくれるだけと、ね、私もまた行きますし、クリキも行くから、はい、ね、はい、みんな楽しみに行きますよ。ユッキーを伴って行きますんで、ね、ユッキーさん一言。純一さん、お元気ですか。お久しぶりです。はい、いつもそばありがとうございます。そば、はい、はい、年越しそばいつももらってるんですよ、手打ちの。だからね、俺んとこそば来たかな。じゃあ今度届けます。新井さんにも送ったじゃないですか。あら。いっぱいもらいすぎて忘れちゃったのだからよみたいなね。ということで、マナさんも一言ちょっと充実さんに。私もですか。あ、そうですよ。先週ぶりです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ね、それで我々みんな揃ってるんだけど、栃木はなんか揃いが悪いって言うんだけど。みんな、はい、将棋が悪いんですね。ああ、だからよね。だけど、まあ、メッセージは来てるからね。はい、メッセージ来てますよね。送りましたよ。はい、ちょっとメッセージを、これ同じ電話なんでメッセージ出すのどうしてどうやってるかな。電話切るわけにいかんし、ちょっと待ってよ。ん、ちょっと切れちゃうかな。あ、これでやるのか。あ、さすが中一さん。あ、そうなの。これでできるんだ。はい、つないだままで切っちゃったらまずいもんね、うん、はいはい。それじゃあ中一さん、今日のメッセージからいきますから。はい、お願いします。メッセージからいきます。はい、ラジオメッセージ。愛ちゃん、はい、日々子育てと音楽活動、うん、お疲れ様です。ありがとうございます。両立してます。とにかく暑いですが、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、浦安の応援団員、正岡英二さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもチェックありがとうございます。はい、次、シニアドリームライフの皆さん、こんにちは。愛ちゃん、吉井新井さん、クリキンさん、お元気ですか。はい、はい、元気そう、ビンド。はい、愛ちゃん、いつも笑顔で育児楽しんでくださいね。ありがとうございます、はい、はい、メッセージ書いている、今日は7月7日、あ、書いてある、七夕、七夕に書いてる、だから3日前だね、はい、うん、先週の金曜日、うんうん、はい、で七夕ですが、宇都宮は梅雨中、ね、梅雨のね、また中の、うん、なのに、はい、気温が30度を超えて真夏日です、うん、ね、梅雨のね、はい、雨が降ってる中でも30度を超えて蒸し暑いね、うん、真夏日ですよと。沖縄は海が近いので内陸より涼しいですよね、うん、そうですよね、はい、内陸よりね、まあ、でもここのところの32、3度いきますよ ね、 すね、ずっとね、もう梅雨も終わって、うん、もういや、もう本当に好天気なんですけど、はい、温度も32、3度ですね。暑いですね。それともちょっとね、新井さん、はい、今日は宇都宮35度ですよ。はい、いや、35度。さっき車乗ったら車の温度計38度ですよ。38度。いやいや、ね、こっちは38。なんで車の温度計38度っていうことは、あ、車の中じゃないでしょうね、まさかね。あの外気温ですね。ね、クーラー、中はクーラーだもんね。それでも、あ、38度。もうとにかくね、あの群馬とか宇都宮とかっての暑いんですよね、関東の中で、ね、そうですね、はいはい、大変だ本当にね、
はい、まあ、沖縄はその辺ね32、3度でちょっと日陰に入ったら風もね、はい、ね、まあ、あの内地より涼しい。だから最近よく数年ね沖縄は避暑地だと言われると思うんですよね、まあ、そういうことなんで、あの十一さん、はい、ね、暑さ逃れて沖縄に来たらいいですよ。そうですね、秘書に来てください。でもね、本当に、ね、沖縄でもライブ楽しみに来てもらえて嬉しいですね。そうですよ、はい、そしてね、海が近い内陸涼しいですね、はい、突然ですが皆さん夏休みの予定は立てましたか、はい、夏休みの予定は愛ちゃん立てました。夏休みの予定、うん、ってあの予定というかでもあのライブが入りました。ライブですか。奥間で、奥間ビーチ、あの米軍の奥間ビーチで、あの定期的にイベントがあってですね、この間はアメリカの独立記念日のイベントがあって、で今度8月にまたあの呼んでいただいてて、はい、米軍の関係、そうですね、はい、もうお客さんみんなもう 100% ぐらいもうアメリカ人のエアフォースのお客さんたちですね。声がかかる。これ どういう関係なの米軍とは。米軍とか直接なんかあの関係してるわけではなかったんですけど、音響の、方が知り合いの方がいて、うん、その方から連絡が来て、あ、そう、はい、あ、その音響の方がまだ米軍のいろんなそのイベントの音響をやってるんだ、うん、この方が直接音響は前はやってたらしいですけど、うん、今別の方がやってて、もうブッキングだけを今担当されてて。なるほどね、はい、まあ、そういうことで、はい、前から知ってる方が、はい、まあ、声かけてくると。はい、そうです、ね、はい、そういうことなんでね、十一さん、はい、十一さん、奥間ビーチですよ、はい、奥間リゾートここでやりますんで。ビーチですか。8月12日です。8月12日。夏まで忙しくていけないな。ねえ、ね、忙しいって仕事がね、お仕事があったらあれですけどね。まあ、沖縄は夏がいいんですよ一番ね。うん、はい、確かに。やんばる行くんだね。はい。あの学びの夜を寄ってくださいよ。学びの森に。行きたい。はい。うん、新井さんいるときに行きたいです。だからその日いいんじゃない。出てくるから。はい、うん、まあ、その日米軍はそれも参加者はみんな基地関係の人だけなんだ。そうですね、うん、なんかその日の帰りとか寄ったらいいですよ。そうですね、うん、あとでまた日にち教えてね。わかりました、はい、はい、ということで、ね、予定クリキン、はい、予定を立てましたか。あーなー、入れようと思いますね。これから。はい、これから。ユキは同じ、これからです。いろいろと8月は誕生月なので、いろいろとイベント。そうなの、そう、一緒、はい、誕生一緒ですよね。誕生一緒なんですよね、うん、ということなんで、みんなね宣伝したね。宣伝はいいんだけど、それは計画が遅いんですよ、大体。遅い、はい、すみません、気をつけて。もう直前になってからなんかやろうとするからね。そうですね、そういう癖があります、沖縄はね。はい、はい、でも本当そう、本当です、ね、はい、なんか会合でも何でもね、直前になってから案内があったりね、うん、はい、直前になってから決めたり、大体その、その会合とかね、イベントの時にそのね、案内来て、はい、出血を取るっていうのもね、はい、なかなかこう参加のこうあれが来ないんですよ、直前でガガガッとか集まって、そうですよね、前日とか、まあ、そのまあ、一週間前の、ね、ね、急に沖縄の癖というか、ね、習慣というか、はい、直前に集まるというね、うん、はい、ということなんで、みんなまだ予定は立ってない。私も実は夏休みってあるのかな、大体が大人に夏休みってあるんですか。まあ、もう自分で作るもんじゃないですか、それは。そうだよね、うん、そうですよね、今さっきの言葉が、うんうん、夏休み、まあ、あのね、うん、お盆休みとかっていうのは、まあ、一般の会社あるんでしょうけど、僕ら一般の会社も卒業してるんで、まあ、いつも夏休みで、でもいつも仕事みたいな、うん、ね、はい、そんな感じです、はい、はい、そして私たちは伊勢神宮へお参りの予定ですって。あ、いいですね、伊勢神宮。 誰ですかと、愛ちゃん、はい、愛ちゃんの宇都宮ライブを楽しみにしてます。ありがとうございます。宇都宮市、はい、伊勢神宮へお参りに行く方はどなたでしょうか。愛ちゃん、長谷川さん、あ、ご夫妻。なんでわかるの、すごい、なんでわかる。あ、なんかそんな感じが、おそんな感じがします。さすがですよ、長谷川武士さん、武士さんと夫妻さんのご夫婦方なんですよ、はい、やっぱりね、そういうされた伊勢神宮参りなんてね、さ、うん、れたことをするのは長谷川さんかなということなんでしょうかね。はい、長谷川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。愛、はい、ちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。コロナが明けたと思ったら関東は梅雨なのにやたら暑く溶けそうです。あ、いや、本当に暑そうだね。ですね。
沖縄は毎年これから台風の通り道ですから気をつけてくださいね。ですね。今年ちょっとあの台風早かったね。早かったですね。ここのところ止まってますね。はい。うん、あの空梅雨の時って台風が、うん、早く発生するとか。あ、そうね。うん。空梅雨早かったもんね。ね。ですね。それでも2号の影響ありましたよ。ね、そうだよ。うん。来ましたよ。早く来たんで結構。アボカドがよ。アボカド、うんうんうん、アボカドが落ちちゃった落ちちゃった、うん、全部落ちちゃった。いや、少し残ってますよ。うんうん、アボカドってのはいつか収穫時期は、うん、もうこれからですね。これから、ね、はい。あ、でもその実が落ちちゃった落ちちゃったね。成長する前に、うん、いや、だね、だね、アボカドもとってもね、栄養価の高いね、健康にいいですよね。はいはいはい。ということで、うん、ね、栗木にはちょっと被害を受けたということですけども、これから台風どうですかね、今年は。いや、例年通り24、5個ぐらい発生するんじゃない、うん、まあ、影響がどのくらいあるかは分かりませんけど、秋に多いのかな、うん、秋に多そうですよね。秋に来る台風は、まあ、強く当たるよ、うん、そうだね、ということなんでね、はい、まあ、万全の体制を引いて沖縄は迎え撃つということなんですけども、まあ、沖縄台風慣れしてるんでね、うん、そういう人もいるんだけど、これやっぱりあまり台風慣れちゃいかんよね。慣れちゃいかんよ。いつ本当に大きいのか分からないですね。はい、はい、うん、でも大体ね、あの大きい大きいって言われてね、 J アラートなんか鳴る時もあるんだけど、うん、そういう時に限って大したことなかったりするんですよね。はい、だとか、だけど、まあ、油断しちゃいかんですね。はい、はい、気をつけてくださいと。ありがとうございます。そしていつか沖縄に行ったら飛び入りで参加させてくださいね。神奈川県の、はい、黒越さん、はい、おー、飛び入り歓迎します。バンジョーやってんだよね。いやいや、あの黒越さんはバンジョーは弾いてないです。なんだっけ、なんで、何言います。なんだ、黒越さんは焼き鳥、焼き鳥、焼き鳥を弾いてんですよ。ミュージシャンではなくて焼き鳥をユンタク、ユンタクでさんなので、うん、あの、はい、この飛び入り参加っていうのはラジオに参加させてって、そういう意味か、うん、そういう意味ですかね。ユンタクの参加でしょ。そうですか、ユンタクとのおしゃべりね。あ、ぜひラジオに出てもらえたら、うん、飛び入り参加っていうか、これ、はい、愛ちゃんのライブに参加するだから、あれバンジョーやってる人誰だっけ。岩原さん、岩原さんか、はい、そういう人いたんでね、うんうん、まあ、そうだったのかと思ったけどちょっと違いましたね。はい、神奈川県の黒越さん、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、飛び入りしてくださいね。飛び入りしてくださいと早く来てくださいと思ってね。シニアドリームライフの皆様、そして愛ちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。沖縄は梅雨が明けたとのことですが、関東はまだジメジメ、ムシムシの毎日です。そんな中、我が家のエアコンが故障してしまい、ね、冷房にしても暖房になってしまい、うん、えらいこっちゃ、はい、ね、うん、即座に修理してもらい、今は快適な冷房が復活しました。あ、よかった、あ、よかったと書いてありますよ。沖縄はまたコロナが増えてきたところ、来たとのことですが、はい、感染には気をつけましょう。気をつけてください。はい、はい、ジェイさん、はい、ジャンボ阿部さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そりゃあの暑い中、35度もある中で、うん、じゃあ冷房がこれいや38度も上がれば寝れないよ、これ。夜も、まあ、でもすぐね、直してもらってよかったですね。本当ですね、はい、はい、よかったです。はい、お次、スタッフの皆さん、愛ちゃん、こんにちは。こんにちは。気温が上がり、私の大好きな季節となりました。夏が大好きですか。私も夏大好き、はい、暑い中でもガーデニングの作業、一番楽しみは堤防での魚釣りです。はい、誰でしょうね、はい、大きいのは釣れませんが、たくさん釣れればおつまみに最高です。皆さんの楽しみの方は何ですか。愛ちゃん、はい、育児と仕事が大変ですが、体力気をつけてくださいね。はい、栃木県宇都宮の岩原さん、はい、はい、やっぱり最近失敗、はい、失敗だから、あの魚釣りんちゅうことよ、うん、ね、ですよね、うん、石山さんも魚釣りして、石山さんは結構大物釣りだよね。コロナの時もオシとかのチェックしてて、行こっかとか言ってたんだけど、さすがに病院行った帰りだったから、もう疲れたからやめようとか言って、それまで行く気もあんのあんな、新井さん、はいはい、岩原さんは船に乗らないから堤防釣りだから、こんなに大きいのだけ、小さい豆味とかさばって唐揚げとかにしてつまみしてるみたいですね。なるほどなるほど、すごい堤防釣れてるんだ。船に弱いんだそうですね、うん、じゃあ、十一さんとは一緒に行かないんだ。
そう、行ったことを1回か2回あるかな。獣医師さんはボア手釣りやんないの？あ、今はもうみんな船乗っちゃいますね。船乗っちゃうの？贅沢やね。はい、獣医師さん船が持って、船があるんだっけ？いや、免許は持ってるけど船がないですね。船は借りてんの？お互いの一言を踏まえて使いたいと、そうしてくださいね。はい、愛ちゃんのご子息が日々たくましくなっていく様子と、様子とても微笑ましく思います。子育てと二刀流大変でしょう。二刀流、三刀流って言ってもね、はい、頑張ってください。ありがとうございます。新曲待ってますよ。あ、ですね、はい、新曲待ってますよ、うん、はい、頑張ります。はい、うん、はい、仕事にてオンラインの参加はできませんが、皆様が健康でありますようにということで、ありがとうございます。オンラインできないけど誰でしょう。ひひひひ、樋口さん、樋口明さん。そうです、ありがとうございます。樋口明さん、はい、なんかご提案ありがとうございます。どこだっけ、神奈川、神奈川だよね、はい、はい、そうですね、はい、ということで樋口さんありがとうございます。本当に、ね、ありがとうございます。ご丁寧な文面、長いメッセージありがとうございます、はい、そして新井さん、そして親愛なる愛ちゃん、はい、こんにちは。こんにちは。とくれば誰だか今日は暑い、本当に暑い。午後からお店の準備で、中身似ているから、中身を似ている。ああ、中身ね。あれ、中身っていうのは普通沖縄で中身って言うけど、あっちを、栃木も中身って言うのかね。あの中身ではないんじゃない？いや、もつにですね。もつ。もつですね。外、中の中じゃない、はい、この中身って何？これもつのもつじゃないの？じゃないんです。そう、もつイコール中身ですね。そうでしょ？ああ、そうなの？はい、沖縄は中身って言うけど、内地はもつって言うからな。ああ、もつね。中身って使ってるから。内臓とかね。だから、なんで沖縄を使うのって。いやいや、親しみを込めて。聞いてる人に分かるように。なるほど。沖縄の人に分かるように。ね、ああ、二平デビルありがとうございます。はい、すごい。エアコン効かなくて、に汗だくですよ。放送始まる頃には、美味しいもつ煮完成です。食べたいね。食べたい。これどうするの？これ送れるの？オンライン送付。食べにおいでって、食べに。食べにおいで。食べ、ね、だったらすぐ送りますよ。僕な、中身好きなんですよ。味は何？あの塩味、醤油味、味噌味？あ、うちはあの味噌味ですね。味噌味いいね。はい、私がね、あの元にあの味噌味が濃いね、濃い味噌味ね、うん、はいはい、沖縄はどっちかというと、まあ醤油というか、まあ塩味って薄いね、うん、どっちかというとね、沖縄の方がいいね。ね、そうですか、はい、皆さんも体調に気をつけて頑張ってくださいね。最後に愛ちゃん、はい、毎度毎度のわねうんむどんうんとんどたなさんどん本人がやってくれた。あ、すごいすごい、貴重、貴重、ありがとうございます。もう一度、もう一度、わねむとんどたなさんどおー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。痛くて仕方がない。恥ずかしいですね。はい、それじゃあ、愛ちゃん、はい、一曲、このプレゼント、はい、よろしいですか？はい、はい、じゃあ、一曲目は、今日、クルキンさんもいらしてるので、Love Always、お願いします。エンディングは沖縄ブレイクダウン。2曲目すぐやった方がいいね。先にクリキンの言葉やってから2曲目。お便りも来てますよ。え、あ、お便りだ、お便りがあるね。
10日、つまりよ、先月、はい、あのユッキーの知り合いの歌詞の、はい、か書いたんですよ。あ、そうなんだ、アガリエス、ね、スルちゃんの、眠ってる眠ってない、眠ってないぞ眠ってるかな、眠ってる、本当に、まな、下向いてるって聞こえてないんだな、聞こえてないですか、眠ってんの、起きてます携帯見てる、できるな、いや、先週、はい、あのユッキーの友達のあ CD、うん、あよかったってめっちゃ褒めてました。あ いいですよね、いいんですよ、小屋もいいし、いい曲だったじゃん、できますね、この、 もう預けたるからいつでも行けるんです、はい、ね、ありがとうございます。うちずるちゃんっていう子なんですけど、すごい、はい、いい曲でした、とてもいい曲だった、いい曲、獣医さん聞いてる？まだ繋がってるの？入ってるでしょ？あ、今ちょっと番組がこれ終わんないんで聞こえないです。どっから電話かかってる？向こうから？向こうからだとタダだし。電話代向こうから。あ、電話代はかかんない。なんかかけ放題です。ああ、ラインの電話。あ、いや、ラインではなくて電話で。なんかかけ放題になってるから大丈夫なんで。食べ放題でラビーって
はい、メールが届いているので紹介いたします。はい、よろしく。はい、今日はヨッシーさんにウチナーシマクトバ推進復旧委員会委員長議長のクリキンさんにスタッフさん、はい、プライベートな話で恐縮ですが、母親が先週末に無事退院しました。おめでとうございます。で、体温も安定、うん、ただ頻尿器科にて、通院治療が継続になります。で、まあ、介護サービスを開始し、デイケアサービスの職員の方と今後の話し合いをしているそうです。正直戸惑いが強いのですが、逃げるわけにもいかず決心に時間がかかりました。下半身強化のサプリメントやリハビリセンターにも今後利用予定ですので、一日も早く自力で歩けるよう努力するばかり。クリキンさんは私の心情は察してくださるはずです。なんとコンパクトな家の中用の車椅子をレンタルして体力使えますということで、サラバンジジャンプさんからです。またまあ、レンド、レンタルさんなんか家の中をて、母親もやっぱり介護してるから、はいはい、分かる分かるよねって、まあ、いや、ニヘデビル、ヤイビンドな千葉的見勝利、はい、そしてそして、ツイキャスの方でコメントいただいてます。武蔵さん、ヨッシーさん、アイちゃん、クリキンさん、ユッキーさん、ミキさんのマナさん、皆さんこんにちは、お疲れ様です。クリキンさん、ユッキーさん、お帰りなさいということで、はい、ニヘデビル、お帰りなさい、ただいま、ありがとうございます、はいはい。で、いっくんさん、こんにちはということでコメントありがとうございます。いっくんさん、いっくんさんって県外の人だったよね、確か。確か確かね、はい、ありがとうございます。どうだったかって書いてくださいね、もう覚えてないんで。ひふみさん、こんにちは、くんちょ。ヨッシーさん、先週はご挨拶させていただきありがとう、ごっくんちょ様でした。ごっくんちょって何ですか。ごっくんちょってどういう意味。ごっくんちょってなんか飲む時の、あ、なんでしょうね、あいつみ、そうそうそう、ひふみさんこうやって挨拶するんですよ。はい、ひふみさんね、はい、はい、ね、こちらこそ本当に挨拶させていただいてありがとうございます。はい、コメント以上です。またお会いしましょう。ひふみさん の, あのラジオは、ね、いつなの。木曜日の夜10時から。夜の10時、9時、10時、はい、夜です。ひふみさん久しぶりやさ、やうのなや、あっしゃびよということで、はいはいはい、ありがとうございます。ごっちゅん、ね、ごっちゅん、ごっくんちょ、ごっくんちょ、僕は牛乳屋なんです。すごい、僕は牛乳屋、いいな、いいな、牛乳飲みたい。牛乳屋なんだ。牛乳屋なんでごっくんちょ、そういうことね、はいはいはい、わかりました。素晴らしい、いいですね。はい、21時からです、木曜日の、うん、はい、ぜひ聞いてください。9時やね、9時です。はい、2曲目じゃあいきますか。はい、2曲目いきます。紹介、紹介さんの方で、はい、はい、では歌の島お願いします。英語バージョン作りたいなと思って。ね、いいですよね。なんか踊りとかやりたいな。なんかアメリカ人とかでもね。
しまうハワイとかのロサンゼルスとかに県の出身の人がもう本業が好きなんですだからあのこの沖縄出身でこの海を渡って違う違うなんか響くのが確かにアプローチの仕方を変えてやってみても面白いかなんか栄光とかでも合いそうな感じ、残り1分ですね、CM。CM 終わっての1分。あ、CM は大丈夫。CM は行けて、CM 明け、残り1分だと思います。パッと終わらして、ヨッシーさんにもうあの引き継ぎますよ。まあ、終わったらまずそのまま音楽もいじって入れてね。あ、はい、それ BGM で。ラスト音楽も入れてね。はい。さっさと行きますよね。はい。もうこっちは余計なこと言いませんので。メッセージが。あ、一応謎解きなんかなんですけど。さっさと読む、さっと読んで。さっと読む。さっとね。さっと了解です。はい、メッセージが来ているのでちょっと紹介します。ひふみーさんが、番組は木曜日の夜9時から2時間、毎週多彩なゲストさんを呼んでずっとユンタクさせていただいてますということで、はい、切りましょうね。はい、はい、どうぞ。武蔵さん電話とかけまして、海辺の食堂届きます。その心はどちらも海鮮が必要です。上手。はい、はい、ということでクリキン、はい、30秒、あっしゃべ大事なとこ。クリキンゆちくの今月の言葉、はい、シミのまがいやしち、物事や知らん。
うん、指も指名しちんものを知らん、まあ学問はよく知ってるけど世間知らずの人のことを、そういうふうに言いますね。指も指名しちんものを知らん、ものことを知らんでる意味合いびんや、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございます。獣医師さんもありがとう。また来週お願いします。はい、どうも。はい、よろしく。はい、ご苦労様。はい。さよなら。お疲れ様です。はい、行きます。はい、チーズ。はい、チーズ。